ごきげんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画は、サフランの球根の植え付けやります。サフラン、聞いたことありますよね。あのパエリアで使う赤いのですよ。あの赤いの、サフランのめしべです。花が咲いたらめしべを収穫して乾燥させたものです。めしべ収穫したらあれやりますよ。オリピーキッチン、ぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします。今日はね、2種類のサフランを植え付けます。じゃあまず1つ目の紹介です。こちらサフラン、サティウス。このサフラン、土も水もいらなくて咲くみたいです。1つね、皿の上で育てたいと思ってます。もう一つはサフランクロッカスです。こちらも一つだけは水耕栽培したいと思ってます。サフランサティウスの育て方は、排水日当たりのいい場所に植え付けします。植え付けはだいたい深さ5センチぐらいに植え付けます。土、水がなくても開花する球根です。だいたい草丈は10センチぐらいになります。クロッカスの方も育て方は、日当たり排水性の良い場所で育てます。植え付けは深さ5センチぐらいに植え付けます。先ほどと全く一緒になります。じゃあ実演です。元気に行ってみましょう。はい、オリピーの庭です。ここら辺に植え付けしたいと思います。土壌改良はしてありますので、今回はもうそのまま植え付けします。土壌改良、土作りの動画は前回出しましたので、概要欄に貼っときます。是非ご覧ください。だいたい5センチくらい掘れば大丈夫です。ここにサフランを植え付けします。こんな感じです。適当で大丈夫です。一応とんがってる方が上を向けた方がいいです。それ以外は大体で大丈夫です。几帳面の方は大体間隔を5センチから10センチぐらい上げてもらってもいいですけど、オリピーそんなことしません。あとは土をかけてあげてください。これでもう完成です。あ、今植えたのがサフランのサティウスになります。ここに植えました。じゃあもう一つはここに植えます。こちらはサフランのクロッカスを植えます。こちらも穴を5センチぐらいの深さに掘ります。穴を掘ったら植え付けしてきます。尖ってる方が上だといいですね。こちらも几帳面に植えたい方は、だいたい球根の間隔5センチから10センチぐらいで植えてください。オリピー気にしません。
ちょうど手前にね、アップルミントがあります。これちょっと香っていい香りなんですよね。オリピーはアップルミント自植えしちゃってます。はい、これで完成です。植え付けが終わったら水やりします。たっぷりとあげてください。植え付け水やりが終わりました。こちらの方は水耕栽培とお皿の上で土なし水なしで育てます。花瓶に水を入れてその上に置くだけです。これ水耕栽培です。根が生えてきたのも分かりますので、これを観察していきたいと思います。もう一つの方はもうこのまま育てます。土なし水なしです。お皿の上に置くだけです。こんな感じです。これで育てていきます。サフラン取れたらパエリア作りますよ。今回の動画良かったかなと思う方、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。皆さん、植物をめでましょう。オリピーでした。じゃあねー。